こんばんは。真夜中のノスタルジーラジオホリデーのお時間です。金玉が俺の唯一の貴金属私、書家で写真家で金玉持ちの富永康弘と申します。好きな言葉はこんばんはです。こんばんは。今日はすごく素敵な方が来てくださってます。セクシーですな。皆さん、今日はね、グラビアアイドルで尻職人の倉持ゆかさんが来てくださいました。倉持さん、張り切ってどうぞ。張り切れないですよ。違う、男の声だ。男の声だ。男の声だ。わちゃわちゃ。わちゃわちゃ。偽物ですね。偽物。同じやつ、千葉県船橋市出身ですから。船橋市ですか。船橋里という、写真集出されてるそうですよ。あ、やっぱり倉持さんじゃないですか。倉持さんも違いますよ。船橋出身で、音楽家で、アイドルオタクの、森庄司と申します。残念。好きな言葉はアオミンです。アオミン、はい。しかしね、ノープランで始まりました、はい。寒いんですよ。あ、寒いですね。今日は特にこんな寒い日に髪の毛切っちゃって ね、やらかしましたがいや、春はね、はい、三寒四温っていうじゃないですか。おうおう。でもここ最近 の、うん、あの寒と温の差がちょっとありすぎて、はい、体おかしくなっちゃうんじゃないかなと思って、うんうん、で、うん、思ったんですけど、はい、よくね、うん、あの秋の穏やかな日のことを、うん、小春日和っていうじゃないですか、はい、だから本来春って穏やかなイメージ、はい、みんなねするんじゃないかなと思って、はい、で僕も確かに天気のいい日はね、はい、あ、春はうららかでいいねって思うんですよ、はい、でも今日みたいな日は、うん、もう4月なのにこんな寒いとかバカじゃないのって思うんですよ、はい、でここで、うん、ノープランナー今日だからこそ言いますが、はいはい、すごいベタな質問です。はい、どうぞ。季節で何が好きですか。ああ、季節で、はい、あのまず春は、春生まれなんですけど、あのまずは苦手だということを、はいはい、宣言しておきたい、はい、で好きなのは夏だということを、宣言しておきたい。お、ただ、はい、体感的に一番いいのはやっぱり皆さんおっしゃる通り、うん、秋であることを、お知らせしておきたい。でもイベント的には冬がいろいろ面白いよねということを知ってはいます。ただ あんま楽しいイベントには最近遭遇しておりませんね。あら、ちゃんと四季お料理の意見ありがとうございます。いえいえいえ、なんなら月単位いきましょうかそれもあれ、酒が飲める酒が飲めるじゃないですかはいはい、いや、そう、それでね、はい、なんか最近、はい、まあ、僕は花粉症持ちなんですけど、はいはい、今年ね本当に目が辛くて、おで、おその 目が辛くて、おで挙句、人間ドックの結果でね、はい、なんか、緑内障の疑いが出ちゃったんですよ。それ言っていいの配信でいいですけど、はい、で、おでこの間は検査を受けろやっていう通知を来たんで、うん、はいはい、まあ、僕医者ほとんど行かないんですけど、さすがに緑内障は目見えなくなっちゃうらしくて、うんうん、行こうと思って行って、うん、で、まあ、晴れてね緑内障の疑いはなかったんですよ、うん、いやー、よかったね。そうで、ただ花粉症の症状がやっぱひどいらしくて今年、はあ、で僕コンタクトをつけて生活してるんで、はい、昔はなんか防腐剤かなんかの関係でコンタクトつけたままできなかったんですよ、その花粉症の目薬が。ほう。したら昨今ね、昨今つけたままできる目薬ができていて、いつの間にやら、うんうん、それをいただいたらね、もう楽で楽で。お、それでですよ、はい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 、トミーさん、なんだい、なんか持病はありますか持病はまあ最近は老眼とそれ病気じゃないですよ、トミーさん。 あと何ヶ月かに1回無理するとぎっくり腰、はい、鼻炎。ああ、そうですよ ね鼻声ですよね、うんうんうん、また声だから、あとは、はい、あのセンチメンタル病はある、ね、ぶっちゃけ変な声出ちゃったもん
センチメンタル病ちょっとあるな。そうですね、うん、おセンチしちゃうね。それもう、毎夜毎夜ですか。毎夜毎夜ですよあなたがそういう言い方したんですよ毎夜ね、なんか毎晩っていうより、うん、毎夜の方がいいですよね。あ、そうですね、うん、なんかよりセンチメンタルな感じが、うんうん、いや僕センチメンタル病なんだけど、うん、森くんはさっき花粉症、うん、緑内障の疑いは晴れたという話だけど、うん、はいはいはい、他に持病ってある？痔なの、はい、マジで痔ですよ。しかも何年かに、あ、ま、でも1年に1回ぐらいかな、うん、痛くなるんですよ。それあれでしょ、烈行みたいなもんでしょ。要はそのイボ痔とかじゃなくて、イボ痔、イボ痔、イボ痔なんだ。痔、普通に痔。うん、知らなかったなんで言わなかった今まで。いやいや、だって字をカミングアウトするとこないじゃないですか。あ、字、去年ぐらいかなの冬に、うん、あまりにも血が出るから、はい、まあ、何回かやってるか分かるんだけど、うん、大便がね、うん、太すぎると、太すぎる日が続いたりすると、うん、鮮血が出たりするんですよ。はいはい、切れちゃうんですね、うん、でそれがちょっとしばらく治んなかったもんで、はいはい、まあ、太すぎた僕が悪いっちゃ悪いんだけど、はい、病院行ったのよ、はいはい、で人生2度目の触診、うん、はいはい、肛門に指突っ込むやつ、うんうんうん、したんだけど、うん、やっぱり1回目も思ったけど、うんこが出る感覚と、うん、要は肛門からうんこが出る感覚と肛門に指が入る感覚って同じで、うんうんうん、要は肛門物が通ったら、うんうん、あのうんこが出る感覚がするなと思うのね。うん、どういうことかというと、うん、看護師さんに指入れた時に、うん、ごめんなさい看護師さん、うんこ出ましたと私は思ってしまったわけ、2回とも。ああ、はいはいはい、なぜならあのうんこが出る同じ感覚だったから。ごめんなさい、うん、漏らしちゃいましたと。漏らしちゃいました、はいはい、恥ずかしいです、うん、くじけずに生きていきますでも、はい、2回とも出てなかったの。はい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 、他に質問は。そんな質問してないじゃん。え、それ結局、うん、え、字でも何でもなくてただ切れたっていうだけ。そうそうそう。ああ、なるほど、うん、僕なんかもう一回ですよ、歩行困難になるぐらい痛くなったことありますよ。本当ですか。うん、シャメ取ってよ取らないですよ富田。本当に？うん。地の斜面、うん、取らないですよ。じゃあ今、うん、あ、いいや。ちょっと見せてもらおうかなと思ったんだけど。いくらノープランでも地見せるのはおかしいでしょ。以前ね、ノープランといえばですよ、うん。はいはい。ラジオホリデーこうやって YouTube で配信しだした頃、うん、動画でもやろうかっていう、あ、はいはい、アイデアを僕たちは練ってたわけですよ。はい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 。で、どこぞの AV の始まりのように、うん、遠くからね、はいはいはい、ハンディ持って周りモザイクで消して今日は待ち合わせしてるんですけどね、はいはいはい、あの人かなって言ってもう最高すいません、うん、で出会った人がまあちょうどね、その、うん、あれよね、主婦とかね、うんうん、そういう感じのなんかスマホいじりながら、そうそうそう、何々さんですか、はい、あ、はい、あ、今日旦那様は大丈夫ですかみたいな、最近全然最近一緒に遊んでくれるんです、うん、みたいなのを撮ろうとしてたっていう話。はいはいはい。他に質問その質問してないよ僕じゃあその企画いつやりましたか。じゃあ、いや、もうだって思ったんだけど、うん、って話って言えば済むことだなと思って実際にやんなくてもまあね、面白いですよね、うん、って話で面白いですよね。森庄司さんですか、あ、どうもじゃあちょっとゆっくり話せるとこ行きましょうかみたいな、ね、そう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 何言ってんだ。いや、失礼しました、はい、いやいやいや、いや、トミーさん、そうですよ、はい、じゃあギタリストであるトミーさんに質問なんですけど。ギタリスト、まあそういうことにしようか、はい、どうぞ。トミーさんは割と、はい、はい、カッティングをね、はい、するじゃないですか、ね、だから嫌な予感です、はい、バンドにおいては嫌な予感です。どうぞ続けてください、ね、はい、あれはギターサウンドに関しては何かこだわりはあるんですか。あー、うん、
まあ、結論ないないに至ります。今から、はい、遠い遠くね、遠い回りをしながら、はいはいはい、バンドをバンドを組んだ時に、はい、バーベ君がいなかったんですよ最初は。あ、そうなんだね。はいはい。でバーベ君が入ったことによって、うん、リスっていうまあ、昔僕は今やってないけどやってたバンドは、うん、バーベ君加入によりギターが3人になったわけですよ。ですね、はいはいはい、ね、はいはい。で、うん、あんまやることなくなったよね。もともとやることもな、なんですかね、この質問はつらいな。でバーベ君がリフをやるんですよどうしてもね。はい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 。で僕はやることがなくなって、うん、はいはいはい、でソロ弾けみたいなこと言うわけ、バーベ君がね、うん、俺がリフやるからってお前ソロ弾けって言うわけ、うんうんうん、お前が弾けよって思ったけど、うん、そのひときわでかいのなんで俺がリードだ、お前はリードだよって言い出して、はいはい、俺はリフをやるかって、はいはい、お前がリードやればいいだろうと僕は思ったんですけど、はいはい、そのやらないから、はいはい、その間を取ってカッティング、いやそれはおかしいななるほど、はい、カットしましょうね。いやいやカットしないですよ。カットしないです。え、音に関してのこだわりないんですか。どういう答えが欲しいかによります。いや例えば、はい、ね、あんま歪ませないようにしてるんだよね。抜けがよくする なるようにとかそういうことです。いじめですかこれは。違うよ。そういう質問することによって。いやいやいや。ね。うん。放送事故そのうん、答えようがないんですよね。あんまエフェクターは使いたくないですよね。ああなるほどなるほど。生っぽい音がいいですよ、ね、なるほど、うん、質問変えようか。いやそれでですよ神さん、はい、はい、今週の曲なんですが、はい、歌は心のなんちゃらら、歌は心のなんちゃらら、このギターサウンドに、あ、そこに帰結したかったっけね、並々ならぬ、並々ならぬ、まあ、こだわりっていうか多分熱意でしょうね。熱意は思ったバンドの、はい、僕はやり玉に上がっただけでしたけどもお前こだわりねえなっていう。違いますよ、そんなことないですよ。いやですね、ビート、スーパー頑張りゴールキーパーズという、うん、前回もね、あ、うん、以前も、曲を紹介させていただきましたが、はいはいはい、今回初のフルアルバム、うん、ドメスティックユースという CD がリリースされまして、うん、そちらの中から1曲、はい、いいでしょうか。いいですよ、それでは聴いてください、はい、スーパー頑張りゴールキーパーズでチェリーマンの逆襲。チェリーマンの逆襲。
それを知る、そういうお前はどうなんだ。いやいやいやいいっすね、いいっすね。やっぱこのギターのね、うん、圧がちょっと思ったんだけどね、うん、ちょっと思ったんだけど、はいはい、超いいね忘れちゃいけないよ。いいっすね、この疾走感。うん、堀くんも明日は、うん、何時に起きるのかい明日のことは考えたくない。あ、僕は明日針に行きます。あらみんなも腰痛に気をつけてカメラ3台持ち歩いた次の日は、はい、腰が痛いからみんなも気をつけようというわけで、はい、また来週。はい、さよなら、ありがとうございました。